こんにちは、ゆうです。ご視聴ありがとうございます。今日のテーマは、これから学ぶといいことについて見ていきたいと思います。選択肢こちらから A、B、C でご用意しておりますので、お選びください。桜がね、開花したということなんですけれども、はい、もう本当に新生活シーズンって感じが、はい、すごいしますね。で、いろいろと、まあ、環境が変わるってね、最近のリーディングで言ってますけど、そんな中で、学ぶといいことでね、はい、見ていきたいと思います。なんて言うんでしょうかね、こういうこと、すいません、こういうことをね、なんだろう、視野に入れておくといいっていう風にしておくと、なんかこう変なことが起きてもね、あ、これは学びのためにこう乗り越えるべきことなんだとか、なんかそんな感じで、まあ、ちょっとメンタル的にもね、いい感じになるんじゃないかなと思うので、そんな感じで、はい、見ていきたいと思います。はい、それでは早速見ていきます。よろしくお願いします。はい、それでは A を選んでいただいた方のリーディングしていきたいと思います。本日のテーマはこれから学ぶといいことで見ていくんですけど、テイクはリアリティチェックが出ております。はい、そうですね、まあ、現実的なこととか現実味のあるかどうかっていうことを、なんでしょうね、なんかこう吟味していただきたいっていうのかな。なんかこうご自身にとってすごく満足の いくような、状況になっていくのかなと思うんですけれども、その中で一体何が自分にとって本当にこうまあ大事なのかというか、何を噛み締めたいと思うのかというか、なんというか、なんかそういうことを味わうというか、はい、なんかこう感覚派じゃなくて、こうじっくりと、論理的にじゃないですけれども、そんな感じで、はい、受け取るといいのかなという感じですかね。はい、現状ね、見ていきたいと思います。はい、現状はとってもいい感じですね。なんか本当にね、今めっちゃいい感じみたいな、なんか逆に夢見心地みたいなね、ぐらいの感覚でいらっしゃるのかなと思うんですよ。すごいふわふわとしたような状況。なんかこう、やっぱ楽しい時とか、こう夢が叶った時とかって、もう、夢かこれみたいな感覚になるじゃないですか。はい、なんか推しのね、コンサートに行った時とかって、3時間あっという間なんですよね。なんかそんな感覚と一緒で、今、ご自身が置かれている状況っていうのが、なんかこう、信じられないというか、未だにこう自分の人生なのかどうなのかっていうのが、ちょっとこう感覚的につかめてないようなぐらいの状況あるのかなと思うんですけど、それをね、本当に今自分の人生でこれが起きていることなんだっていうのを、ちょっとこう感じ取る必要があるのかなっていう感じですね。はい、そう、バランスをね、バランス、ここにいるよ自分っていうのを取り戻すような感じでね、はい、していただかないといけないようなぐらいの、すごい最強な現状になっておりますね。はい。で、これから学ぶといいことについてね、もっと詳しく聞いていきたいと思います。はい。チャリオットの逆位置と、花色フィーリングスですね。なんか本当にもっともっとゆっくりと、現状を進める。なんていうか、今を生きていく。もっとゆっくりでいい。もっと味わっていいというか、吟味する。なんかそういう感じですね。なんかこう、コース料理が運ばれてくるぐらいの感覚。なんかこう、ラーメン屋さんみたいに、バババって出されて、バって食べるっていうよりかは、本当にじっくり、もう味わってゆっくりと優雅に今を
楽しむみたいな、はい、もうその待ち時間すらもエンターテインメントみたいなぐらいの感覚でいていただきたいっていうのかな、うん、でその経過途中の時間にも A を選んでいただいた方に対してのなんかこう人生のヒントというか、なんかそういう時間にも重大な何かがメッセージが隠れているというか、なんかね本当に優雅に、はい、時間を過ごしてほしい。もっと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 こうなんかこうただ不安とした感じじゃなくて、じっくりと味わうというようなことを言われておりますね。なんか本当に素晴らしい状況でここに来れたのは本当に自分の努力で頑張ったからここに今いるんだよねって、そう日頃の行いが良かったから今こういう状況になってるから、その与えられた素晴らしい時間をね、なんかこううわっ嬉しいとかっていうのでこうなんか終わらせちゃうんじゃなくって、こうねすごく噛み締めるみたいなのを、はい、言ってます、はい、です。で、アドバイス、今後ねもっともっと良くなっていくために今どうしとくといいのか見ていきたいと思います、はい。リリースやブロックスとデビル、はい、そうだからなんかこうこんなに最強な状況なのになぜこう上の空になってしまうかみたいなのってちょっとその過去の影響とか、あるのかもしれないですね。なんか幼少期とかからすごい恵まれた状況になりやすかったり、なんて言うんですかね、正しい行い、日頃のね行いが、なんて言うんだろう、ご自分がご自分でこれをするぞって決めてきたことをちゃんと生まれた時から自分で選んでできるようなこうロールモデル、人生モデルをしてきてる方だと思うんですね。で、それを邪魔する人たちがいるみたいな、こう、ストーリーの感覚っていうのかな。だから、すごい、生まれた時から順調に物事が動いていくんだけれども、なんかこう、それを、こう、周りからの障害によって、いろんなドラマが生じるみたいな、はい、なんかそういう、こう星の元、に生まれてこられた方だと思うんですよ。で、だからこそその周りに今どれだけ自分が良かろうがどうしようがなんかこう周りにすごい影響されてしまうというか、でその過去にそういうことがあったからなんかこう人に嫌な思いをさせないようにみたいなね、こうなんかこういうこと言われてきたからそういう風にしたらいけないんだとかっていうので選ぶんじゃなくって、本当になんかご自分の感覚で、やっていけるように戻っていかないといけないとか、そういう風にしていかないといけない。で、邪魔する人たちとは、離れるように、自分で、戦わなくてはいけないというか、なんか難しいですね。すごい難しいことを言われてますね。そう。なんか、なんでしょうね。なんか何にも難がないのに、こう、人と離れないといけないみたいな。なんか、修行、自ら修行に出ないといけないみたいな感じの、人、なんか主人公タイプみたいな感じですね。ジャンプの主人公とかよくありますよね。なんかこう、このままで自分はずっといたいって思うのに、
でもどうしても自分が動かないといけないみたいな、はい、状況にどうしてもなってしまうみたいな。なんかそんな感じですね。そのまま、今の状況がいいからって言ったら、そのままでも入れるんだけれども、改善することがなくなるので、世界がこう腐っていくみたいな、はい、感じというかね、そんな感じの状況に置かれてるので、あまり動きたくないというかね、普通に生活したい、普通の人生歩みたいと思ってるけど、なんかこう無理やり動かなくては、こうストーリーが進まなくて、みたいな、はい、感じなんですよね。そう、だからちょっと受け入れがたいことたくさんあると思うんですよ。普通に人間として生きてたら。でも、なんかそういう風にやらないといけないっていうか、はい、言われておりますね。大変ですよね、本当に。はい。で、結果見ていきたいと思います。はい。そうですね。そう、こう、やっぱり普通に現実で生きていきたいって思ったら、本来の自分っていうのが、本来の自分が持ってる、その生まれた星のもとみたいな、そういう、こう、宿命っていうんですかね、がすごい障害となってて、邪魔だ邪魔だ、なんかこんなの嫌だよみたいな、こんな宿命定めいらないみたいな思ってたけれども、なんかそれをぶち壊してもうやるっきゃないんだみたいな風になっちゃったら、なんかもう一変して人生がドドドドドっていい風になるみたいなことをね、めっちゃ大きな声で言われてます。はい、そう、ただその過去が をするかしないか、なんかそのやっぱ自由意志というものがありますので、そのまんま今のまま、そのままがいいっていうんだったら、そのままゆっくり と時間は流れてって、自分がこうなんか心の中になんか違うよなっていう思いがこうふつふつとなりながら生きていくのか、ここで離れがたいけれども、この現状から、このなんていうのかな、ぬくぬくとしたところからこう冒険に出るぞみたいな、はい、Aさんにとっての、チャレンジを大きく、する行動を起こすぞみたいな、やってやるぞみたいなこう決意ができさえすれば、もうそっからどんどんどんって大きく動いていくよみたいなことをね、はい、伝えてきてくれてるので、はい、ちょっと難しい決断だと思うんですよ。なんか自分がしたいことをするだけっていうのが、それが本当にこのね、社会生活で生きていたら一番難しいことにされてしまったと思うんですよね。そう。でもそれをこうやらないで済むように頑張って努力してきたのに、次はやらなくちゃ、それをまたやらなくちゃいけない風に戻させられるみたいなことなので、ちょっとすごいこういろいろと思うところはね、あると思うんですけど、やりたいことがやれるっていうので、覚悟を決めて、はい、やっていただくと、いいんじゃないかなと思いますので、その決意にいけるように、日々日頃、こうちょっと味わって、なんて言うんですかね、調査するっていうんですかね、どういう風に現実生きていけば一番自分にとっていいのかっていうのをこう、調査するみたいな感じで、感覚で、今をや生きていただければ、すごくこう見つかる、何かね、見つかるんじゃないかなと思います。はい、以上が A を選んでいただいた方のリーディングでした。ありがとうございます。よければチャンネル登録や高評価などして応援していただけると幸いです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。それでは B を選んでいただいた方のリーディングしていきたいと思います。本日のテーマはこれから学ぶということでね、見ていきます。Leave the past behind のカードが出ております。はい、そうですね、なんか過去と向き合うタイミングに、入ってくるのかなと思いますね。なんかこうフラッシュバックじゃないんですけれども、なんかこういろんなこう今の現状生活でね、生きていく中で、これからなんかいろいろやっていこうかなと思っている中で、すぐになんかこう過去にこういうことがあったから
まあこれやってもなんかこうなるかもしれないしなとか、なんかこれ昔こういうこと言われてなんか嫌だったからなとか、ね、モチベ下がるみたいな、なんかもうやる気なくなっちゃったみたいな、あの過去の影響によってすごい、あの、まあ、歩む力をこうね、あのなくされたりとか、はい、すごいこうフラッシュバックですね。なんかそういう感覚が、はい、あるんですけれども、うん、まあそれが、B さんにとってあのすごいメッセージなんで、そっから、うん、なんかこうやっぱ学ぶことがあるんですよねっていうこと言われてるのかなと思います。現状見ていきたいと思います。はい、うん、運命の輪とプッシュスルーエニインスキュリティが出ております。はい、運命の輪、うん、なんかやっぱ今もう音が気になる。今そのなんていうのかな、決断、運命の決断をするタイミングに入ってきてるというか、なんかこうチャンスなんですよね。うん、なんかこうやるべき何かを自分で選んで成し遂げていくようなタイミングというか、やるかやらないかのこう瀬戸際みたいな。でもそれがなぜそのなんだろう、普通にそんだけのチャンスが来たらやりゃいいだけなのに、なぜそのそこでちょっとこうやるかやらないかみたいな風になっちゃうのかっていうと、やっぱり過去からの影響の不安とかの要素がすごい出てくるので、常になんか不安との戦いみたいな、今これをなんだろう、ずっと望んできたようなプロジェクトが目の前に現れて、あの答え返事お待ちしておりますみたいなこと言われて、やりゃいいだけなんですよ、やりたかったやつなんだから。なんだけれども、なんかもうすっごいこういろんな過去のこう影響から、これをやったらこうなるかもしれない、こうなるかも、これはこうかもしれない、こうしたらこうかもしれないみたいなんで、なんかこういろんなことを考えて、なんかあのちょっと複雑に考えちゃったりとかして、うん、乗り越えなければいけないみたいなこう感覚になってるっていうんですかね。うん、だから普通にあのチャンスが来たらつかめばいいだけのことが、すごいこう壮大な、うん、あの感覚になってしまっているっていうんですかね。でもそれがこの B を選んでいただいた方にとってのこのなんていうのかな、人生の、一番美味しいところというか、はい、学ぶところというか、うん、醍醐味っていうんですかね。はい、そんな感覚なんですよねっていう感じですかね。はい、で、学ぶべきことについてね、詳しくどういうことなのか見ていきたいと思います。はい。すごいですね。Be humble とハーミットですね。本当になんかこう、私が私であるぞっていうのを、こう、心から腹の底からそう思えるような、やっぱり活動が大事というか、うん、なんか誰にも邪魔されなかったら、私が私であるということにも気づけないし、私が何者でありたいかっていうことにも気づけないんですよね。なのでちょっとそういういろんなこう影響を受けて、なんだろう、砂漠の中に一人でいたら、なんかこう本当に何も感じないと思うんですけれども、こう東京とかのね人混みの中の一人だったら、何もなんかこう埋もれないようにしないといけないみたいな感覚になるような感じっていうんですかね。なんかそれがこう課題というか、はい、なのでちょっとこう周りからすごい影響を受けられるような状況に、はい、なっているということなんですよね。そういうこうあのプロジェクトだと思います、 B さんのこう人生というのは。はい、でそこからあの影響を受けたことによって個性を伸ばしていく、自分らしさを磨き上げていくみたいな、はい、感じなんですよね。うん、そう、なんかこう大きな使命だったりとか夢、うん、なんかこう成し遂げないといけないことがあるから、それをブラッシュアップさせられるためにそういうこういろんなあの障害が生じているんですよねっていうことだと思います。はい、でまあそのことについてなんかこうこう悲劇のヒロインのような気持ちになるんじゃなくて、こう謙虚に
受け止めていただければいいのかなと思います。なんで自分はこんなにこう辛いことばっかりみたいなプンプンじゃなくって、あ、そういう試練をいただいて本当にありがとうございますみたいな、なんかもうそう極端すぎますけど、なんかそのぐらいもうね、腹立たしいですし、嫌なことばっかりでね、なんかもう普通に疲れると思うんですけど、ああ、もうなんかね、本当に、はい、ありがとうございます、頑張ります、みたいなぐらいの感覚で、いていただけたらいいのかなと思います。だから、そう、なんか、なんでなんだとか、どうしてとか、そういう感覚っていうよりかは、なんかもう普通に、はーい、みたいな、落ち着いた感覚で、はい、受け止めていただけるといいのかなと思います。で、アドバイスですね。今後もっと良くなっていくためにね、どうしていくといいのか見ていきます。ヒエロファントの逆位置と線形スルーですね。はい。そうですね。やっぱりそういうプレッシャーとかがないと、こう、形が作られないじゃないですか。こう、圧力がなければ、ただふにゃふにゃのね、状態で、こう、何の形成されることもなく、なってしまうと思うんですけれども、ちょっと圧力を、受けすぎて、その圧力を全部吸収してて、本来のあるべき形になりきれてないっていうか、ちょっとカチカチになってる状態っていうんですかね、今。で、そうですね、柔軟性が今ちょっと失われている状態、まあ疲れてるんだと思うんですね、普通に。今まで頑張ってきたので、疲れ気味なので、その余白がないというか、なんかこう、詰め詰めにしちゃいすぎたから、そう余白がなくて柔軟性がなくなっちゃってて、カチカチになってて、だからいざ、この理想の形になったから、それで動かしていくぞってなった時に、こう、円滑にね、動けないみたいな感覚っていうんですかね。だから、詰めたし、形成したこう、プレッシャーかけたけど、こっからまた、改めて、その自分が、自分らしくあるための形に戻る、使うために戻していくみたいな感じですかね。なんかすごい、こう、表現難しい。職人技あるじゃないですか。こう、なんか、無駄な工程だと、一般人からしたらね、思うようなことが、その、繊細な、それの、その技術によって、本来のその価値を高める、なんかこう、工程みたいな感じ。なんかそれが何かって言われるとちょっとわかんないんですけど、何が近いのか、本当になんか職人さんがやってるようなこと、もうなんか最近ね、100均とかで何でも揃えれるから100均で買えばいいじゃんとかっていうようなこともあると思うんですけど、そういう職人さんがこう手間暇かけてこう作っていく、そういうなんかこう知らない人からしたら無駄に感じるようなこう丁寧なこうそういう行動とか、その手間っていうのが、この B を選んでいただいた方には必要なタイミングになってきてて、なんか誰もそんなことやってないからやらなくていいじゃんって思うようなことが、今すごく必要になってきてて、それが何なのかっていうのはやっぱ人それぞれ違うと思うんですけど、本当に柔軟性を持つ、なんかこう周りがどうだからこうだからとかっていうのは、関係なくて、本当に、自分だけの手間が必要っていうのを言われてるので、なんかこう、まあなんかこうこだわりというかね、あると思います、それぞれ皆様が。で、そういうのやらなくてもいいと思うとか、なんかそう無駄じゃないとかって言われたこととかを、今一度、自分を大切にしたいなって思うことがあれば、もう取り入れていただくみたいなのね。だから幼少期とかに、こう、いろいろこだわりがあったけど、そんなん、
無駄じゃねみたいな言われたりしたようなこととかを今一度なぜ幼少期の私はあんなにこだわっていたのだろうみたいなでもう一度やってみたりすると、あ、こういう意味があったからやってたのかなみたいなのとかでね、なんか分かったりするかもしれません。はい、なんかもうあんまり考えすぎたりとか、固まった考え価値観っていうのを、はい、なくしていっていただくのが大事な、はい、タイミングかなと思います。結果見ていきたいと思います。はい、ユニバースの逆位置とエンベランスフローオブライフですね。はい、そうですね、そうですね、自分で自分の人生を足止めしている状況なんです、今。そのね、不安とかその過去に引っ張られてとかで、はい、そういう状態なんです今だからどんだけ先を急ごうと思ったりとか、これからの将来のこと考えようって思ったりとかしても、ずっと過去に引っ張られてるので、何を頑張ろうがどうしようが結局元に戻ってきてしまうわけなんですよね。だからそれをちゃんと理解して進んでいきたい、ちゃんと引っ張られることなくちゃんと進むべき道に進んでいきたいなってもし思っていらっしゃるのであれば、すごいきついと思うんですけど、過去と向き合って本来のご自身の人生の流れに戻っていく必要があるのかなと思います。はい、人と違うことをしていかないといけないので、それがすごく負担に感じるような、環境にいたと思うので、なかなかこう嫌だな嫌だなって思うことあると思うんですけど、なんかこうタイミングになりましたよみたいな感じですね。もうちょっと受け入れていただく、はい、タイミングに来ております。ゆえご検討のほどよろしくお願いしますみたいなはい、メッセージが来てます。はい、です。以上がね、はい、詩を選んでいただいた方のリーディングでした。ありがとうございます。もしよければチャンネル登録や高評価していただけると嬉しいです。それではね、またお会いしましょう。バイバイ。それでは C を選んでいただいた方のリーディングしていきたいと思います。今学ぶべきことでね、見ていきます。これから学ぶべきことですね。はい、Make time for self love が出ております。そうですね、これから自分を愛すること、はい、セルフラブについてね、いろいろと、はい、学んでいっていただくタイミングになっております。はい、多分セルフラブすごいできてる方だとは思うんですけど、もっともっと自分のためだけに自分を愛せるような行動を、はい、そういう機会を作っていただく必要があるのかなと思います。なんかね、なんて言ったらいいのかな、やってるつもりになってるっていう感じですかね。今もしかしたらそのご自身を大切にするラブマイセルフをね、やってるつもりになってる状況なのかもしれない。なんか急にね、きつい言葉言いますねなんか本当に本当に本当にご自身を尊重できるような、風に、はい、なるように、こういろんなことが起きてくるのかもしれません。はい、やってますよっていう方は特に分からされる、もうこれが本当に自分を愛することだということをこう学ばされるような状況になるかなと思います。ちょっとね、なんかこう辛口めな、はい、メッセージできてます。はい、頑張ってるからこそね、多分そういう風に言ってるんだと思うんですけど、はい、現状ね、見ていきたいと思います。はい、花よフィーリングスとデビルのカードが出てますね。そうですね、はい、なんかこ
これね、難しいことを言いますね。なんて言うんですかね、スピリチュアルってすごい紙一重なんですよね。善とか悪とか、そのなんだろう、表現が難しいですね。なんだろう、宗教のお話みたいな感じだと思うんですけど、心が軽くなるね、なんかこう何かを信仰することによって、すごく軽くなったりとかして、そんな自分、今までね、すごいこうネガティブとかだったりとか、なんかこうあんまりいい風に、行動できなかったり、価値観がちょっとあれだったりとかっていう状況だった中で、何かこう自分に合う価値観を見つけて、そこにこうなんだろう、のめり込んで、これが正しいのであるみたいな、なんかこう自分の心が軽くなったから、もうこの考え、この価値観最高、イエイエイエイみたいな感じでちょっとなってるのかなと思います。はい、だからもう自分のことすごく愛せてるんですみたいな感じそう、スピリチュアルで入りたての人が良くなるやつって言われてるやつ、私もね、まだそんなに浅々人間なので、なんかそういうちょっと難しいことわかんないんですけど、なんかちょっとそういう状況に今いるのかもしれなくて、そのすごくいいことなんですけど、若干ちょっと危ういというか、その一生懸命になってることっていうのは本当の自分の姿なわけじゃなくて、こう浮かれてるというか、なんかこう快楽、刺激、一時的快楽に近いものっていうんですかね。だからワンナイトラブに近いやつかなわー超幸せみたいな、楽しいみたいなはい、のと感覚が近いというか、そう、だからちょっと気をつけてほしいかなって。だからもう最初からね、辛めな感覚できてたのっていうのは、そういうのことなのかなと思います。そう、なんかね、もっと自分が自分を尊重できるような感覚、なんかこうわっわーいとかじゃなくって私は私のこういう部分に誇りを持っておりますみたいな、なんかこう、そういう部分をね、そういう感覚を、はい、得ていただかないといけないんですけど、今ちょっとその危うさがあるというか、ちょっと周りに、なんでしょうね、人の意見にすごくこう依存してしまってる部分があったりとか、何々さんがこうやって言ってくれたから、こうなのよ私みたいなのとか、嬉しかった、やった、こうだみたいな、なんかそういうのに近い感じかな。なんかちょっと、はいね、難しいなこれ気分を害されてしまうような方もね、いるかもしれないんですけど、ちょっと言葉選びが、はい、なかなか難しくて、すみません。はい、で、本日のテーマね、これから学ぶべきことについてもっと詳しく聞いていきたいと思います。はい、エンプレスの逆位置とゴーワイルドですね。もっと本能的に、やっていく方がいいのかなということですかね。なんかすごくその本能っていうよりかは論理的な感覚で私自身を愛している状態になっているのかなと思います。なんかこう本能、こうなんだろう、DNA の部分から自分を愛せてるっていうよりかは、論理的に私はこういう部分がこうだからこうで、すごいっていう風にちょっとなってるのかなっていうことかな。頭で考えるんじゃなくて、こう感じろみたいな、はい、言葉で言わずもみたいな風なのが一番こう大事というか、はい、今の C さんにとって大事なことっていうのかな。はい、
で、なかなかそのそういう風になってしまう、論理的に ならざるを得ないというか、そのなんかこうね、頭でそういう風に思わないと、なんていうのかな、せん言葉が悪いぞ。自分をそうだと、思わずにはいられないみたいな、のはちょっとそのまあ過去の影響だったりとか、そうであってほしいと自分が思いたいからそういう風になってたり、そういう風に思ってたりとか、はい、で本来評価すべき場所があるのにそこにこう目を向けれずに、ちょっとその現状に満足できずに、こう何か自分が頭で求めてる、論理的にそのなんかね、まあ、権力とか金、権力みたいなそういうこととかにこう持っていかれてしまいがちにね、なってるのかなっていうのがあるのかなと思います。なんかちょっとなんかいつもより複雑な、コメントが来るんですけど合ってます？はい、まあね、なんかエゴとか、そう、この現実世界でなんかそういうこうわーって難しいよ、生きるの難しいよみたいなことをちょっと今こうなんか頭の中ですごいもやーってなるような状況になってるんだと思うんですね。それをまあそれがあってあるからこそ、そのこう体が心が落ち着かないとかで本来のその本能のあの感覚を取り戻させようとしてるっていうのかな、はい、だと思います。なんか多分すごい賢い方だと思うんですね。頭がすごく回転が速くて、だからいろんなこと考えて考えて考えてとか、なんかツイッターとか、まあ、SNS 系ですごい見てなんか情報がね頭に入ってくるタイプの方だと思うんですよ。だからその最近の情勢とかなんかそういうのでこう論理的にすごい考えてしまうような、その価値観がすごい入ってきちゃうみたいな。でも本来必要なのはこうそれに邪魔されないようなご自身のその直感とか本能の感覚、が大事っていうのかなっていうの言われてますね。そう、なんかこうお金さえあれば幸せであるみたいな感覚とか、なんかね、家族がいればそれが幸せであるとか、なんかこういうあのパートナーがいるから幸せであるなとか、なんかそのそういうのを見ちゃうと、あたかもそれが幸せであるかっていう風に感覚がなってしまいやすいというか、はい、だからこそ、はい、いろいろとそう学ばされるというか、はい。ね、できれば、SNS カット、はい、 SNS 見ないようにしたりとか、ニュースはあんまり見ないようにするとか、なんかそのぐらいの方がいいかもしれませんね。はい、ちょっと現実と遮断した方が本来のね感覚に戻れる方だと思うんですけど、まあそんなこと無理なのでね、だからこそ本当の自分でいられるように、いろんなことを学んで生かされるんだと思います。はい、でそんな大変なね C さんなんですけど、学ぶべきことね、学ぶべきことじゃない、アドバイス、はい、どうしとくといいのか見ていきたいと思います。はい、そうですね、現状ぶち壊しカード出てますので、なんか都会から出ていく、このいろんな文化のとこに行って、今まで自分がこう気づいてきた価値観ぶち壊した方がいいみたいな感じですかね。私もこの間ね、なんかそのどこかの民族の、はい、ドキュメンタリーを見て、なんか本当に今自分がこうどうのこうのって考えてんのって、こう本当に世界狭って思っちゃったんですよね。なんかそんな感じだと思うんです、 C さんも。だからちょっとその価値観ぶち壊しタイムに入ってくるので、まあなかなかね、そう言われたかって難しいと思うので、ドキュメンタリー見るとか、まあ行ける方はぜひ行ったことないような、もう全然いつも自分が生活してるようなのと全然違うか、環境の場所に行ったりとか、そうですね。まあ、職業が全然違う人と喋るとかでも全然こう、
価値観ぶっ壊れたりすると思うんで、なんかそういうことをねしていただきたい。うん、ぶっ壊さないとやばいということですね。はい、なんか同じ環境にいちゃダメだから、なんかお引越ししてもいいかもしれませんし、もう旅行、思い切った旅行とか、なんか全然知らない人と喋るとか、なんかそういうのが必要になってくるのかなと思います。はい、そうで、今までと同じような感覚になるようなことっていうのは、こう避けていくというか、こうフラッシュバックするようなことは避けたら方がいいのかなと思います。新しい感覚を求める、なんか新鮮なことをたくさんやっていくと、こう自分がこう負担として背負ってきた心の重いものとか、こう傷とかっていうのがこうどうでもよくなっていくじゃないですけれども、軽くなるというか、なんて言ったらいいのかな、なんか本当にこうそれはそれとして、捉えられるようになるんじゃないかなと思います。はい、結果見ていきたいと思います。はい、アルケミーのアルケミーとステップイントゥヨーパワーですね。はい、まあ心配せずとも死を選んでいただいた方は、まあいい方向に進んでいくんですよね。ただ何かをやらなくちゃいけないとか、何かをこうしなくちゃいけないとか、頭で考えるようなことをしてしまうとうまくいかないということを言われてます。はい、もう感覚的なこと、自分のその感覚で、イエスとノーと、はい、しっかり自分のこうはっきりとした意思表示をして、それを感じてその通りに、生きていければ、普通にこううまく自然な感じで、はい、人生が進んでいきます。はい、そこにこう複雑なスパイスを入れると、体を壊してしまうみたいな感じですね。はいもう自分にとってイエスなのかノーなのか、ただそれだけみたいなこと言われてます。はい、そう、本当に自分の内側から溢れ出るエネルギーで生きていく方なんですよ。だからインプットじゃなくてアウトプットが生きる糧となる方なので、なんかアーティスト活動だったりとか、創作する自分で何かを作るっていうことの方が合ってて、なんか人にこう何かをこうさせられたりとか、まあ本当に SNS とかで情報を得るとか、なんかそういうんじゃないんですよね。自分がどう思うか、自分がどうしたいか、何をこう何なのかみたいな、自分本位であることが一番Cさんにとって、はい、こうハッピーな円滑に進んでいくための、はい、ことだと思います。はい、まあでもやっぱりそうなってくると、今までのね環境とはガラッと変わるので、こう辛いかもって思うことあると思うんですよね。でもそれを、その洗脳、その人とはこうであるべきとか、その社会生活で生きていくにはこうであるべき、モラル的にはこうであるべき、これが常識であるべきっていうのから一回外れたら、本当にもうハッピーになれますはい、そうなんです。決まってるぐらいがいいっていうことなんですよね。はい、そう、通常じゃない感覚で生きている行くことが、はい、Cさんにとって一番大事なことということです。はい、なんかちょっとね、言葉選びが下手で申し訳ございません以上がね、はい、Cを選んでいただいた方のリーディングでした。いかがでしょうか。はい、もしねよかったら、チャンネル登録や高評価で応援していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。